5分ではロシアのシェゴロテレビのです。このカップルは身長差があります。そうですね、ずいぶん体格のいい男性と小柄な女性のカップルです。ロシアの代表選手で、ブラックプールでは確か準決勝まで進んでいると思います。こういったの身長差がある2人の場合はどういうことを表現できて、またどういうことが難しいんでしょうか。そうですね、まあ、簡単に言えば男性女性っていうのがはっきりと分かる。なのであまりこう特別な表現をしなくても男女の愛というものを表現しやすいことはしやすいですね。ただ女性が手を伸ばさないと男性に届かないとか、そういう、まあ、大変なところもあります。このカップルはうまくカバーできてますか。そうですね、ただやはりこのベーシックフィギュア自体をあまり練習してこなかったようですね。どんなところからわかりますでしょうか。音楽が少し遅れて撮られているように見れると思うんですけれども、ちょっと不安そうな感じですね。ポジティブな感じに音楽を撮っているようには見られません。